お疲れ様です。2020年の4月1日です。エイプリルフールっていうことでね、皆さん嘘をつきたいななんて思ってるかもしれないけれども、まあ世間はこんな状況だし、本当なら嘘であったらよかったのになっていうことばっかりじゃないかね。志村さんのこともさ、まあオリンピックも延期になったとかね、いろんなことがたくさんあって、本当嘘ならよかったのにね。まあなので僕は本当にこんな時嘘を改めてつく気にもならないよ。だがしかし現実は現実なので、みんな受け止めて、覚悟を持って生きていかなければいけない。コロナは笑い事じゃないな、これは。どうやらまあそんなことはもう結構前から分かっていたことなんだけれども、まあどこかで人ごとな気分はあったかもしれない。でもこれはもう身近な話だわ。全然なんだろう、もうすぐ隣にいる人がなってもおかしくないし、なんなら自分がもうすでにかかっていてもおかしくない、そういう状況の中、みんな自覚していい子にしていくしかねえなっていうふうに思う。でまあ我々はこのブックアイランドのお店はね、やっぱりそのお店を維持していくことが一番大事。いつかは開けるこのなんだこの状況からコロナをね乗り越えて、またいつもの生活に戻れる日が来る、きっと来るんだ。それはいつかわかんないけどな。でその時にちゃんとみんなが遊べる場所を、残しておくためにも、生き残ることを第一に、耐え忍んでいきたいと思います。はい。まあそうだな、これは全然歴史に残る話だと思う。その10年ぐらい前だ、2011年だっけ、東日本大震災の時と同じぐらいの、これは大事件だし、世界的にこの記憶に残るというか教科書にも載るような話だと思うから、このことはきっとみんなもちゃんと覚えておく。で10年20年経った後にあの時はこうだったよなとか、そういうことだと思うので、みんなもそのつもりでね、恥ずかしくない行動をするというか、だな。でやっぱりさ、今保証してくれとかさ、営業自粛のどのこのだとかいろいろ言ってるけど、やっぱりこういう時もう誰も助けてくんないんだよ。うちも貧乏だから助けてよ、いや本当思うけど、でもやっぱり自分たちで何とかしなきゃいけないんだな。だから本当に今は打つ手はないよ。例えばこういうイベントやるよって言ったって人おいでよとも言えないし、何かこれは打ったらいいのかな、そういうこともなかなかない。下手に何かをすると余計それで泥沼にはまるような状況だから、今は何もせずにじっとこう我慢してチャンスを待つ、動き回れるその時が来るまで我慢しなきゃいけないんだなと思うから、みんなも一緒に頑張っていきましょう。コロナが過ぎ去ってさ、またみんなでわーっとできるようになったら、うちの店でもまたイベントとかガンガンやるんで、その時にはまたみんな来てくださいな。それまでみんな耐え忍ぼう。みんな病気とかすんな。コロナとかにかからないようにすることも大事だし、同時にいろいろ言われてるけど、自分がもうすでにコロナにかかってるんだっていうつもりで行動しよう。自分は平気かもしれないけど、自分がなんかやったことによって周りの人たちをコロナにしてしまうかもしれないんだっていうことを自覚して気をつけてやっていこうじゃないかと思う。なので、みんな無事にさ、この大変な時期を乗り越えてパーッと遊べるように、本当の春が来るように頑張りましょう。はい。嘘なんかつかないよ別に、今年はいいよもう嘘はと思います。はい。こんな感じのエイプリルフール、4月1日でしたけどね、明日からも頑張りましょう。ではブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。
充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。